議場で暴行されたとかの大沼水穂議員、ぐんと強くなった。順調に審議が進んでいる参議院予算委員会で安倍総理大臣が、質問した自民党の議員の名前を野党の古手議員と間違える一幕が、自民党、大沼水穂議員、日本の半分以上が豪雪地帯です。雪国で暮らす方々を支えることはまさに日本の国土、 そして農地、森林を守ることにつながります。安倍総理大臣、今の福島委員のご質問を伺っておりまして、いかに豪雪地帯で暮らすことが様々な困難が伴っていくのか、おや。4時間に及ぶ審議で疲れたか、安倍総理は同じ水穂でも質問の旅に血に足がつかない。 突飛な言い捨て同然の議論を交わす社民党の福島水穂議員と間違ってしまったらしい。大沼議員、私は福島委員ではなくて大沼水穂でございますので、大沼水穂としっかり覚えていただきたいと思います。同じ水穂でも大沼の方でございます。議場は爆笑。別に。大沼水穂議員、 説氷防災研究センターはフロンが使えなくなったら人工雪が作れなくなるので支援してほしい。柴山文科大臣、支援してく。大沼議員、民主党政権で事業仕分けされた影響で、20年以降は使えなくなると不安の声があったが防災センターは必要。横合いから連邦議員、ギャーギャーとけたたましいやじ。 事業仕分けの一言に積水反射して猛烈に騒ぐ連邦議員の姿が異様だった。あの時、連邦さん自身が事業仕分けをパフォーマンスって言っていたね事業仕分けがどれだけ悪かったかの一例が明らかになっただけ。2015年9月の安保法制審議最終時に戦争法反対と勢いづいた民主党の津田屋太郎議員が大沼水穂議員を羽がいじめにし、 乱暴に引き倒すような光景がテレビで流れた。政党間協議の上意後不問とすることで悪質な暴行まがいも含めて手打ちした。その時被害に遭ったのが自民党大沼瑞穂議員だった。新人議員ながらもショックを乗り越え、その後も精進しているようだ。安倍総理、お身内で検討されている同僚議員のお名前はお間違いなく、 めちゃくちゃな言葉遣いのツイートで笑われている五軒水穂のトラウマがある。